刀剣の一部は神に守ってもらうために地下に隠すことにした。またそれ以外の刀剣をその形のまま渡すのは自尊心が許さなかったので、溶かして聖堂のインゴットの形にして渡すことにした。富家と豪族たちは東西出雲王国の国境付近の神馬祭谷に集まった。そしてそこの斜面に刀剣を埋納することにした。富家所有の刀剣344本には他の豪族のものと区別するため鏨で罰印が刻まれた。罰印は祭の神信仰の聖なるシンボルであり、富家では王家の象徴である矛を組み合わせた。竜林枠に同矛交差紋を使っていた。罰印は王家の紋章だった。刀剣にわざわざ目印をつけたのは再び掘り返して使いたいとの意識の表れでもあった。富家以外の豪族の刀剣14本も加えられ、合計358本が斜面に整然と並べられて埋納された。それは刀剣を大切に思う気持ちの表れであった。富家は祭壇を聖地として荒らされない工夫をした。阿僕への準備が進んでいってるわね。そうだな。なんだか悲しいね。こればっかりはしょうがないことだ。これ以上の犠牲を出さないためにも。そうだよね。わかるんだけど、わかるんだけど。この時、刀剣を溶かすために1000度以上の火が繰り返したかれたそうだ。不意後で風を送り、高温となった炭を使い、大型の壺の中で溶けていく銅製品を見ながら、こらえられないものがあっただろうな。まだは僕を結ぶまでは時間がかかりそうだから、ヤマトの様子について知りたいんだけど。切り替え早いな。そうね。だって私は。ふとに大王が機微に去った後、四季王家を継いだのはクニクルであった。クニクルはモノノベ勢と協力し、モノノベ氏の娘を妃として迎え、ヤマトソーランを治めようとしたが、それはうまくいかず、四季王家は権力を回復することはできなかった。ヤマトの旧勢力とモノノベ勢との対立の原因の大部分は宗教の違いであった。四季王家と尾張家、富家は銅鐸をシンボルとする際の神信仰であった。それに対してモノノベ勢は鏡をシンボルとする銅鏡神崇拝の信仰であった。モノノベ勢は銅鏡を木にかけて祈る祭りを行った。ヤマトの人々にもその祭りに参加するよう強制した。その祭りの様子がここ周囲で推察できる。にぎはや日の御事が宮廷内の物の部を率いて矛と盾を作り備えた。天智の鏡と剣を捧げ持って正殿に備え、またまがたまをかけた。その備え物を並べて王土の保外の祝詞を唱えた。この文のにぎはや日の御事とは子孫の物の部氏を示している。物の部氏は神殿を建ててそこで祭りを行った。天智の鏡とは同教の神獣教のことである。しかし物の部勢は武力で勝ってもヤマトの民衆には支持されなかった。物の部勢が武力で攻めても出雲族は逃げるのみで従わなかった。物の部勢に税を納めることもしなかった。逆に出雲勢は三輪山の祭りに参加し続けたので、その祭りは拡大を続けた。物の部勢の馬島寺はヤマトで大王になることを望んだが、その願いは叶わなかった。富家の分家の大田種彦は物の部勢の武力を利用して富本家や太に大王をヤマトから追い出すことに成功した。その後大田種彦が三輪山の祭司となった。三輪山を要拝する祭りは三輪山西方の大田家の領地で続けることになった。ヤマトでは物の部勢が侵入する前から祭の神信仰が盛んであった。春と秋の大祭の時は富家の姫が代々姫巫女となり、三輪山にこもる太陽の女神を祀っていた。富家に姫がいない場合は四季家の姫が姫巫女になった。大君をはじめとして大和中の豪族たちがそこに集まって祭りに参加した。遠方から泊まりがけで参加する豪族たちもいた。古代では祭司の方が政務よりも上に見られていた。また母系家族制であったので祭司は女性によって執り行われた。だから姫巫女を中心とした政権であった。三輪山の祭司が大田家に代わると百瀬姫が姫巫女に推挙された。危機では百瀬姫は大君の娘とされているが大田家の娘であった。
おもそ姫は大竹の勢力を後ろ盾として三輪山の祭りの司祭者となった。古代司祭者は女性が務め姫巫女と呼ばれた。知名の史書では和人の名前を省略して記録することが多いので、三国志義書に出てくる女王は卑弥呼と書かれた。姫巫女は略職名であり、代々継がれていったので、歴史上には何人もの姫巫女がいた。さらに中華思想により卑という字を使って卑弥呼と書かれた。五官書東夷伝には漢帝霊帝の頃に和の国内で大乱が起こり、互いに攻め合って何年もの間統一した大王がいなかったと書かれている。それは大和国内の豪族たちの覇権争いや大和勢の機微、出雲信仰、物の部勢の第一次統制が長期的に連続して起こったことを示している。その国は元は男を王としていた。男が王となっていたのは70から80年間であったが、国は乱れて攻め合いが何年も続いた。この男王が治めた70から80年間とは、天部王朝の初代と2代目の時代を示している。その後は式王朝の時代となり、大王の力は衰え、各豪族たちが覇権を争うようになった。式王朝時代は統治王祭祀王制であり、統治王よりも三輪山祭祀を仕切る祭祀王の方が民衆の尊敬を集めていた。政権中枢では政治の帝と神の帝が両立し、国を治めるためにどちらも必要なものとされた。政治の帝に決められた政策を神の帝に基地の占い結果が得られなければ実行されなかった。国の行事は税を集める政治より神祭りの方が規模が大きかった。政務の建物よりも姫巫女の神殿の方が立派であった。そこでついに一人の女性を選んで女王とし、卑弥呼と名付けた。神霊に通じた巫女で神託により国を治め、人々を神服させた。年をとっても夫を持たず、弟がいて祭りごとを補佐した。王となってから面会する者は少なく、侍女千人をはべらせていた。ただ男子一人がいて、飲食物を運んだり言葉を伝えたりするため居所に出入りしていた。この姫巫女は義書に書かれた第一の卑弥呼であった。義国に朝貢し金印を与えられたのは第二の卑弥呼であった。義国はこの二人を同一人物と誤解してしまい、百祖姫の大和国と後の女王国と同じ国であるかのように書かれた。大田種彦は百祖姫の弟であったと考えられ、種彦が百祖姫の世話をした。母系家族制における女性優位の家族形態そのものであった。百祖姫が女王と書かれた理由として、大和で権力者となった大竹の支援を受けていた影響が大きかった。百祖姫の時代は式王家の統治王より大竹の祭祀王神の帝の方が実力が上となり、百祖姫は実質上も女王であった。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。